様々な電子タバコ。電子タバコとは、ニコチンを基本とした液体を蒸発させ吸引し、紙巻きタバコを吸うことに似た経験をするための、紙巻きタバコに似た形状の器具。マイクロプロセッサで、電熱線に通す電流を制御する。専門用語では、電子ニコチン送達システムといい、英語圏の俗語では、器具の方は、ベッポライザーやベープ、ベープベイプとも呼ばれる。 ニコチンを含んだ液体を、電熱線の発熱により蒸発、気化させ、エアロゾル状にして利用者に吸引させる喫煙具のこと。用いられる液体はニコチンを含み、プロピレングリコール、グリセリン、水、香料からなる。ニコチンを追加することもできる。器具は、メーカーや製造時期により設計が異なるが、一般的には、電池、電熱線、マイクロプロセッサー、 液体を保持するための面上の構造体、筒状の構造体などからなる。設計の違いにより、第1世代、第2世代、第3世代などと呼ばれている。第1世代と第2世代、第3世代有害性については様々な議論があったが、2019年に世界保健機関は電子タバコや加熱式タバコは健康上のリスクを減らすわけではなく、 有害であるとする報告書を発表し、紙巻きタバコと同様に規制を行うべきとの見解を示している。健康への悪影響また大抵、リチウムイオン電池を内蔵しており、電池の品質不良や、携帯時に受けた衝撃などによって、発火、爆発事故を起こすリスクがある。爆発事故の危険性1965年に、米国のハーバート A ギルバートが、 電熱式の霧状タバコの米国特許を取得。マイクロプロセッサーを持つ電子タバコは2003年に中華人民共和国の官方医・官力によって初めて実用化され、エレクトロニックアトミザチオンシガレットとして特許を取得した。歴史日本ではニコチンを含有する電子タバコ用の液体は薬事法にて医薬品とされるため日本国内では市販されていない。ただし、 国外からの個人輸入は可能である。なお、日本では、タバコ用の成分を摂取するプルームやアイコスといった製品が販売され、電子タバコとして取り上げられているが、こちらは、世界的に見ると、電子タバコではないので、加熱式タバコに手分けて記載する。タバコの規制に関する世界保健機関枠組み条約が、その第一条で、タバコ製品として対象にしているのは、 はたばを原料とした製品であることからも、この両者は異なる。日本での路上での使用の可否も、各自治体によって異なる。この項目での、タバコの言及は、主に使い捨ての紙巻きタバコを指す。有害性については、液体式の研究についてである。喫煙禁止のスモーキングと並んで示された、ノーベイピング。英語では、電子タバコは、俗語では、ベープと呼ばれている。 オックスフォード大学出版局のオックスフォード英語辞典では2014年の英単語としてベープが選ばれた。オックスフォード英語辞典にはベープの意味するところとしてナウンとしての用法の電子タバコあるいは類似の機器及びバーブとしての用法電子タバコあるいは類似の機器によって作られた蒸気を吸い込んだり吐き出したりする行為が挙げられている。 電子タバコ蒸気を吸い込んだり吐き出したりすることは同名詞で表現しベイピングベイピンとなる。ベープの語源はベイパーあるいはベイパーイズであるとされている。最初に電熱式の霧状タバコを作ったのは米国のハーバートエイ・ギルバートである。1965年にスモークレスノンタバコシガレットとして特許が付与された。このデバイスは 電気的に加熱することによってニコチンなしで風味をつけた湿った蒸気を生成した。マイクロプロセッサーを持つ電子タバコは2003年に中華人民共和国の官方医、官力によって初めて実用化され、エレクトロニックアトミザチオンシガレットとして特許を取得したが、当時の中国では全く売れなかった。2014年には466のブランドが存在した。 電子タバコ市場は欧米を中心に急成長しており、調査会社のユーロモニターによると、2014年度の市場規模は約35億ドルとなっており、米国はその約半分を占め、欧州連合が約10億ドル、英国は EU 加盟国で最大の約3億ドルであるという。2013年のシステマティックレビューでは、電子タバコの使用者の大半が、 喫煙者か元喫煙者であり、禁煙や健康的な製品であるため使用を開始していることが多い。米国での電子タバコの販売数の推移、及び電子タバコの発火、爆発事故の件数の推移のグラフ2015年のイギリスの議会では、英国公衆衛生庁がタバコの喫煙よりも95%安全と広報しているが、人口の半数が その事実を知らないとする質疑において、イギリスの首相は、電子タバコは喫煙を痴漢しており、国民の健康を改善するための正当な方法であることを、はっきりと説明すべきであると答えた。米国の中高生でニコチニ入り電子タバコの喫煙率が急上昇し、その過半数がフルーツ味などのフレーバータイプであるため、2018年にアメリカ食品医薬品局は、 風味付き電子タバコの販売を店頭販売のみに規制していく方針を示した。日本においても2008年頃からメディアなどで取り上げられた。日本では2015年9月にフィリップ・モリス社は火を使わずにタバコ場を加熱するアイコスを発売し、2016年1月で東京都で推定2.4%、12都道府県で1.6%の シェアとなっていることを報告した。日本大麻の成分が入った電子タバコのリキッド。医療大麻の摂取手段の一つ。米国や欧州において、危険ドラッグの新タイプとして、電子タバコ専用リキッドが出回る問題が発生している。主な成分は危険ドラッグに使われる物質と、同様で主に合成感のビノイドであり。 若者がこういった電子タバコを用いて危険ドラッグを使用し救急搬送されるケースが相次いでいる。医療大麻の摂取手段としても検討されている。加熱による生成物質も摂取することとなる。主な有害生成物質はジエチレングリコールやアクロレインが報告されている。このアクロレインはグリセリンの加熱によって生成される。電子タバコは 通常は、リチウム電池が用いられたバッテリーを備え、アトマイザーに補充されている液体に対して、抵抗器から熱を発生させることによって、エアロゾル状に噴霧する装置である。様々な紙巻きタバコ型の第一世代の電子タバコ。例 A、LED カバー、B、バッテリー、C、アトマイザー、D、マウスピース第一世代の電子タバコは、通常のタバコを模した外観をしている。 形状はハマキ型、パイプ型、紙巻きタバコ型など様々なものがあるが、構造的にはすべてほぼ同じである。バッテリー、噴霧器としての本体、カトマイザーと呼ばれる風味や成分を含んだカートリッジから構成されている。電池は通常はリチウムイオン充電池を使用しており、継ぎ足し充電が可能である。カートリッジをケースから取り出して、 充電済みの電池本体とともにカートリッジにセットし、手動タイプではスイッチボタン、自動タイプでは吸い口から吸引すると自動的に気流センサーが反応してカートリッジ内の液体を霧状か吸い口から霧状の希釈液を噴出する。これは吸引した程度では霧状のままのためそのまま吐き出すと実際の煙のように見える。 これを肺まで深く吸引した後に吐き出しても実際のタバコ同様に煙が見える。これは噴射された霧状の粒子がタバコの煙の粒子とほぼ同じ大きさのため水分吸収されにくく長く残るためである。色や煙の状態や長く煙が空気中に漂って見えるのも実際の煙と同様であるのはそのためである。また吸引すると同時に 先端の赤色 LED が発光し、本当に火をつけて吸っているように見える。第2世代では、バッテリーが高容量となり、液体を補充することができるアトマイザーによって、ランニングコストを減らすことが可能となった。抵抗とコイルを変更することができ、これを使用者が独自に設定するための、リビルダブルが可能な製品もある。カートリッジあるいは詰め替え用の液体は、 ニコチンの含有量によって数種類用意されている。ニコチンを含まないものもある。チラキシーなどの CBD り健康食品メーカーからニコチン以外にも CBD を含有したもの、果物の香りといったタバコ以外の香料を配合したカートリジあるいはオイルが販売されている。バッテリーが大型化した第3世代の電子タバコ。可変電圧を備える製品も多い。 2014年には第3世代の電子タバコが大きく広まった。第3世代の電子タバコは液体を補充できるアトマイザーと大容量となったリチウム電池のバッテリーを使用し電圧や電力を変更できる回路が組み込まれているモッツと呼ばれる本体からなる。バッテリーは容量によって電気の持続時間が違う。爆塩タイプなどはバッテリー容量が 比較的大きくないとすぐに充電が切れてしまうが通常の電子タバコは付属のバッテリーで十分まかなえるバッテリー自体はバッテリーが本体内に内蔵されているものとバッテリー別体のタイプがある最近は本体にバッテリーが内蔵されており直接充電できるタイプが多い充電用の USB ケーブルのみ付属している場合が多いこれを コンセントで充電する場合は、USB 用対応 AC コンセントを購入することで充電可能となる。出力を調整できる可変タイプの本体と出力が可変できない固定のものに分かれるが、第3世代以降の電子タバコは、電力などが調整可能なバッテリーは、最大出力にすると多くの蒸気を出すことが可能である。しかし当然電力消費量も多くなるため、 容量の大きなバッテリーを使う必要がある。サブオームに対応した電子タバコは、アトマイザーへの抵抗値が1.0オーム以下のものを言う。抵抗値が低いほど、より多くの蒸気を出すことが可能である。欧米では昨今、エンターテインメントとしての電子タバコ競技で、サブオーム対応型が多く使用されている。アトマイザーには、サブオームに対応しているものと、していないものがある。 液体を補充するためのアトマイザーによって液体が入るタンクの容量が異なる。またタンクの材質にはプラスチックとガラスがあり一般的に変質しにくいガラスの方が良いとされている。ガラスは割れることがある。アトマイザーは空気調整の穴が開いたものが多くなっている。電子タバコを吸う際に穴を大きくすると 軽く吸うだけで多くの風味付き蒸気が吸え、逆にこの穴が小さいと吸い心地が重たくなる。アトマイザー内のタンクに入れられた液体をコイルを通じて熱で処理する。このコイルの性能次第で多くの煙が出たり味も変わる。コイルは基本的にそのアトマイザーに対応したものを使用するが、若干互換性のあるコイルもある。コイルの抵抗値によって適正なワット数がある。 コイルを定期的に交換したり、ドリップチップの清掃など手入れしたりすることが必要である。口に入る吸引部分はドリップチップと呼ばれ、交換可能となっている。日本の電子タバコ専門店日本ではニコチンを含有する電子タバコ用の液体は薬事法などで医薬品の扱いであり、広く販売するには厚生労働省の承認が必要であるため、参入のハードルが高い。 なおニコチンの個人輸入は未承認医薬品として可能であるため、ニコチンの入った液体式の電子タバコも個人的な使用に限っては使用でき、一度に1ヶ月分 120ml までといった限度がある。日本での登場初期には専門店などもほぼなくインターネット通販がある程度であったが、2014年に日本でも大きく広まった。第三世代の電子タバコは、 電子タバコ販売実店舗が日本でも増加した。イギリスでは禁煙の選択肢となっており、国民保健サービスの禁煙治療の情報ページでは、ニコチン治官療法などとともに選択肢の一つとして紹介され、タールや一酸化炭素が含まれていないため、有害な影響なくニコチンを摂取できると説明され、2016年7月時点では、 承認された製品は存在しないため自分で購入することとなるが、承認されれば処方できるようになるとされる。イギリスでは禁煙のための製品として評価中である。慢性閉塞性肺疾患では禁煙は重要であり、飛躍物療法の選択肢として、電子タバコは小規模研究で裏付けられており、新たな選択肢となっている。成分にニコチンを含有する製品は、 ニコチン依存症者のためのニコチン供給方法が変わっただけに過ぎない。2014年6月の世界保健機関の報告では、禁煙を目的とした場合、一つのランダム化比較試験という限られた有効性の証拠であり、結論に達することはできないが、完全に電子タバコに切り替えるのを助ける可能性があるとした。2014年10月には、 ランダム化比較試験によって、電子タバコは離脱症状の緩和に効果があり、8ヶ月で半数近くが禁煙成功し、喫煙本数も6割減ったという発表を、ベルギーのルーベンカトリック大学の研究グループが、公共保険の国際誌、インターナショナルジャーナルオブエンバイロンメンタル、リサーチパブリックヘルス誌2014年10月号で報告している。研究グループは、 禁煙する意向を持たない48人を対象に、4時間の禁煙後に、第2世代の電子タバコと普通のタバコを吸った場合の、離脱症状の緩和程度を比較した。また、電子タバコでも、普通のタバコでも自由に吸ってもらい、アンケートを続けながら8ヶ月後の効果を評価した。その結果、電子タバコは普通のタバコと同様に離脱症状を緩和した上、 呼気中一酸化炭素は増加せず、8ヶ月後には44%が禁煙し、喫煙本数は60%減少した。禁煙すると増える血中のニコチン濃度に影響はなかったが、呼気中一酸化炭素は減少したと発表。2015年のシステマティックレビューで見つかった4つのランダム化比較試験では、喫煙の減少や完全な禁煙が増加していた。死亡や、 入院のような重篤な有害事象はなく、口や喉への刺激感は頻繁に見られた。タバコと電子タバコの二重の使用は、毒性物質の摂取量を減少にもかかわらず危険だと誇張されている。一般的な禁煙プログラムは、ニコチンの多いものから始め、徐々にニコチンの少ないものへ移行し、最終的にはニコチンを含まないものに移行することで、 ニコチン依存から合理的に脱却できるというものである。2017年12月12日に発表された日本の国立研究開発法人国立がん研究センターの調査分析結果では電子タバコ使用による禁煙の有効性は低く、電子タバコを使用した人は使用しなかった人よりもタバコをやめられた人が38%少なく、 電子タバコが禁煙の成功確率を約1、3低下させている。電子タバコがタバコの使用につながるのではないかという懸念がある。世界保健機関はタバコを喫煙したことのない電子タバコ利用者は若者の1%でしかないことを報告している。アクション・オン・スモーキング・ンヘルスはタバコの禁煙を数十年呼びかけてきた影響力のある禁煙団体であり、 2014年には電子タバコの使用者のほとんどが現在過去の喫煙者だと結論した。イギリスでの電子タバコの使用率の変化からは電子タバコ使用率が1%増加することに約0.1%喫煙者が増加している。紙巻きだはことの比較はなされている。電子タバコも止めた際に最大の健康上の利益を享受する。しかし欧州委員会は 喫煙による死亡を70万人、交通事故を4.3万人、自殺3.3万人、他殺1.8万人と分析し、1970年代にタバコのハームリダクションの先駆者はニコチンのために喫煙して、タールによって死ぬと述べ、2007年に英国王立医師会は似たような報告を行い、代替痴漢方法は注目されてきた。 タバコには4000以上の化学物質と煙に含まれる発岩性物質の毒性作用があり燃焼に伴って大部分が放出される。ニコチン置換療法でのニコチンの提供では3万3000人以上の観察研究やメタアナリシスによって新血管疾患のリスク上昇が見られていないため電子タバコを含め燃焼させずにニコチンが摂取できる。 ニコチンチ管療法の形では低いリスクであることが予想可能である。2014年の世界保健機関の見解によれば、通常はタバコよりも1、2桁低い濃度で発言性、化合物や他の毒性物質が含まれており、結論としては燃焼させた、従来のタバコよりも毒性物質に暴露されない可能性が高いことを報告した。 薬物に関する独立科学評議会におけるニコチン含有製品を多基準意思決定分析によって数値化した研究では紙巻きタバコの有害性を100とすると電子タバコ4他のニコチン置換療法であるニコチンガムやパッチは約2であるタバコの喫煙から電子タバコへ切り替えにおいてニコチンの摂取量は変化しないまま主な発眼性物質と有毒物質の 代謝産物を測定し、すべての指標は一週間後には低下しており、そうした有害物質への暴露を減らす可能性が考えられた。電子タバコやニコチンパッチに切り替えて6ヶ月以上経過したものを募集し調査したところ、従来の燃焼性のタバコと同じニコチンを得ていながら、尿中の発岩性物質や毒素はタバコよりも少なかった。 それらをタバコと二重で使用した場合、タバコの喫煙者と同等であった。電子タバコの反対者は、健康リスクのないニコチンの使用であっても忌まわしい、ものとし、コーヒーを飲むような行為として変化してはならず、根絶されるべきだと考えている。前述の禁煙団体アッシュは、非喫煙者が電子タバコからの蒸気によって悪影響を受ける可能性があるという証拠はわずかであるため、 公共空間での禁煙法案に電子タバコを含めることに反対した。2012年には、米フロリダ州の男性が電子タバコを吸っていたところ、電池が爆発する事故が起きた。前歯が折れ、下の一部がちぎれるなどの大怪我をしたという。このようなリチウム電池の爆発は携帯電話など、他の危機器と同じように報告されてきている一方、タバコによる住宅火災は、 アメリカの2%に過ぎないが火災による死亡とすると14%を占める。こうした問題は爆発事故の危険性で口実。2017年8月4日に発表されたニコチン製品の相対的な発言性に関する研究においてステファンズ、ウィリアム・イーは以下の順に害が減少するだろうと結論した。燃焼タバコ、加熱式、タバコ、電子タバコ、 ニコチン吸入器。議論の初期には、世界保健機関は、2008年9月に、電子タバコによる禁煙効果に対し疑問を呈し、一部の粗悪な製品には、毒性のある物質が含まれている、可能性もあると注意を呼びかける声明を出している。この問題に関連して、2009年に、アメリカ食品医薬品局は、一部の電子タバコに、発癌性物質にトロソアミニア、 アクロレインなどの毒性物質が含まれることを報告書内で示し、FDA の専門家は中国での製造による品質管理のずさんさが原因だと指摘した。風および米国疾病管理予防センターは、若年者の使用において、ニコチン依存の増大と喫煙に向かわせるリスクを懸念していることが示されている。FDA によれば、電子タバコは医療機器であり、 承認がない限りはそれら製品を販売すべきではないとの見解を示し、それまでに50件の出荷を足止めしたと発表している。米国廃協会は指示を表明した。一方、販売者のスモーキングエブリウェア社が同4月、出荷差し止めは越権行為だとして FDA を提訴し、注目を集めている。しかし、2014年6月には世界保健機関は、 新たな報告書を出している。前述のように燃焼させた従来のタバコよりも毒性物質に暴露されない可能性が高い禁煙のための限定的な証拠があるという報告を行った。2015年8月、英国公衆衛生庁は電子タバコはタバコの喫煙よりも有害性が95%低いとの評価を報告した。 2014年11月の日本の厚生労働省の報告では国内で販売された銘柄の調査により発言性のあるホルムアルデヒドが含まれることが判明した。ただし2014年段階では健康に及ぼす影響や程度については判然としておらず今後調査が行われる予定とされた。2015年5月には厚生労働省が 電子タバコの一部から発生する蒸気にホルムアルデヒドが含まれていると発表し、NHK などがその問題を代々的に報じたことに橋を発し、電子タバコイコール有害性があるということが一般消費者に周知された。一方で、電子タバコ製造販売大手の VP ジャパンは、厚労省の調査は、粗悪な並行輸入品を使ってのものではないか。こういう調査の仕方では、 業界全体に問題があるように思われるので困る。日本で販売されている有料品の液体は、香料やグリセリン、プロピレングリコールなどの食品衛生法といった認められている食品添加物で構成されているし、日本製の有料リキッドを厚労省と同じ検査方法で検査した際、体に悪い影響を及ぼせほどの有害物質は検出されなかったと言っている。 2015年、ギリシャのオナシス心臓外科センターとパトラス大学の研究グループが第三世代遺伝子タバコは従来のタバコよりも安全であり、発芽性物質の問題がないことを報告した。詳しく説明すると、ホルムアルデヒドのような発芽性物質の発生は異常な加熱を起こすドライパフが原因であり、これがなければ従来のタバコよりも安全であり、 タバコから切り替えるのが適切だという研究報告を発表した。今回、実際の使用状況で大学グループが検証したところ、第3世代の電子タバコで高レベルのアルデヒド類を発生するのは電圧が高すぎたり、電子タバコの香りなどをつける液体の吸収部が乾いていたりして過度に加熱された場合であると判明した。これらの状況はドライパフと呼ばれ、 体きと言えるような状態で異常な加熱に伴い吸っている人は不快な味からドライパフがわかるという。こうした研究にはコメントが寄せられており、日本での2014年11月と2015年の研究は人間の喫煙者が使用したのではない状況で生成されており、従来のタバコ製品と禁煙薬の地位を脅かすという電子タバコの技術のために、 明白な欠陥のある研究や誇張された報道になり得ると主張された。2016年3月にはランセット氏にて、そうした先行研究はバイアスを最小限にするための措置が講じられていないと批判され、タバコには有害な証拠が多く存在するが、電子タバコでは証拠が不足しており、意思決定分析モデルでの評価や、有害性を評価するための専門知識によって、 電子タバコはタバコの喫煙よりも有害性が95%低いと評価されている。2016年には、米ノースカロライナ大学チャペルヒル校のイローナ・ヤスパースシラの研究チームによって、電子タバコも喫煙と同様、微粘膜の免疫抑制、炎症反応遺伝子の発現を抑制させると報告された。同研究チームの発表によると、 従来の喫煙者と非喫煙者を調査、比較した。結果、喫煙者において53の遺伝子が、非喫煙者に比べて弱まっており、いくつかの免疫系統に影響があること。また、電子タバコの吸入についても、従来の喫煙と同じく53の遺伝子活動に変化があったほか、非喫煙者に比べて合計で358の免疫遺伝子の活動が変化していると報告されている。 2017年、日本呼吸器学会は禁煙推進委員会からのお知らせとして、非燃焼、加熱式タバコや電子タバコに対する日本呼吸器学会の見解を出している。非燃焼、加熱式タバコや電子タバコの使用は健康に悪影響がもたらされる可能性がある。非燃焼、加熱式タバコや電子タバコの使用者が呼び出したエアロザルは周囲に拡散するため、 受動吸引による健康被害が生じる可能性がある。従来の燃焼式タバコと同様に、すべての飲食店やバーを含む公共の場所、公共交通機関での使用は認められない。2500人以上の罹患者、50人以上の死亡者が出ている。ビタミン E アセテートが主要な原因成分とされ、THC の関与も強く疑われている。2019年、 米イリノイ州の保健当局は、電子タバコを使用した成人男性の一人が、重篤な呼吸器疾患によれば、電子タバコによって、重篤な肺の病気を患った可能性のある人の数は22州で193人に上ると見ている。2019年11月13日現在、患者数は49州の2172人になった。 2019年12月3日現在では2291人が入院し48人が死亡した。12月17日現在では2506人がかかり54人が死亡している。CDC は11月14日に主な原因はビタミン E アセテートの吸入であると発表した。また THC テトラヒドロカンナビノールイコールタイマの有効成分の 影響を排除しないとした。2018年5月、米フロリダ州でスモーギーマウンテン車製の電子タバコが爆発する事故が発生。電子タバコを所有していた男性喫煙者に破片が直撃して死亡した。アメリカ食品医薬品局は爆発の原因をバッテリー関連である可能性を指摘。また、米国消防局によると2009年から2016年の 間に電子タバコによる爆発事故や火災は個別のもので195件、133人の重症者が発生しており、2015年のコロラド州の事例では29歳の男性が首を骨折し、歯が粉々になったこと、同年1月に発生したデンバー国際空港の火災はペン型電子タバコのリチウムイオン電池が原因であったことが報じられている。シンガポールでは 水タバコ、紙タバコ等ともども、電子タバコの所持自体が禁じられており、所持しているだけで、最高1万シンガポールドルの罰金及び、最高6ヶ月の禁庫刑に処せられる。タイにおいても、電子タバコには、関税がかかっていないため所持しているだけでも違法であり、5年未満の懲役、またはその電子タバコの価格の5倍の罰金が科される。さらに電子タバコと、水タバコを販売。 購入、輸入したものに対しては10年未満の懲役及び100万、バーツ未満の罰金が課される。香港では2018年10月、政府が健康上の理由で電子タバコを全面禁止とする方針を示した。インドのスタラマン財務省は2019年9月18日、電子タバコの生産、販売、輸入を全面的に禁止し、違反者には罰金や 金庫系を適用すると発表した。一部の国や都市は法律によって電子タバコの未成年者への販売を禁止している。世界保健機関では2014年8月26日に電子タバコに関する報告書を発表し、電子タバコの蒸気は洗練されているような単なる水蒸気ではない、青少年や胎児に健康上の深刻な脅威をもたらすとの見解を示し、 電子タバコの未成年者への販売の禁止を勧告している。2016年5月5日にアメリカ食品医薬品局は18歳未満への電子タバコの販売を禁じると発表した。未成年者の販売と同様、一部の国や都市は法律によって公共の場での使用を禁じており、フーも上記の2014年8月26日の報告書で、 各国に公共施設の屋内での使用の禁止を勧告している。日本では2016年9月時点で路上喫煙禁止条例で禁煙の対象外としているのは福岡市、北九州市、長崎市、熊本市、大分市、宮崎市であり、禁止としているのは横浜市、広島市、佐賀市である。かとしている地区の多くは火のついたタバコではないという理由であり、 禁止している横浜市は、タバコを吸うことを喫煙と規定している。なお2019年において、横浜市は、加熱式は製造タバコとして、条例の規制対象とする一方、電子タバコは製造タバコ外として、条例の適用外と規定している。滋賀県では、路上喫煙に対して、安市が禁止、規制対象外とするのは、長浜市、草津市、彦根市、前原市だが、 紛らわしいので控えて欲しいとしている。北海道旅客鉄道で2009年5月1日より列車内や駅施設内の禁煙エリアにおいて電子タバコを使用禁止としている。2020年東京オリンピックの開催に向けて受動喫煙を防止するための健康増進法改正案が進んでいる。飲食店での禁煙について電子タバコは法律から除外されているが 加熱式タバコも原則禁煙対象とする厚生労働省の方針も出されている。